皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、ソーランの誓いブルーオースの新キャラクターというか新戦記の強さと魅力を紹介させていただいた後、実際の歴史について少しだけお話しさせていただきたいと思います。そしてその後、新戦記引けるかなということでガチャをやろうと思います。この3本立てになっていますので、よろしくお願いいたします。今いろいろ来てますよね。指導 SSR 戦記獲得計画というものも来ています。これはずっと来てるんですけども、カムバックイベントということでね、戦記欲しい戦記が来るまで5回ずつ引くことができるイベントもありますし、こちらね、服の下の隠した秘密というイベント、そしてこちら海鶴かなの宴、100日記念パーティーなどなどいろいろ来ております。まあ今回ね、みんなで飛行情報会したいのかなと思っているのはこちらになりますね。チラチラチラと今回のイベントで出てくる3人です。ここ3人ですね、見ていきたいと思います。まずこちらですね、なんて読むのかと言いますと、ミンハイですね。CV 藤田真美さんですが、こちらミンハイについて最初触れていきたいと思います。ミンハイなんですけれども、まあ軽巡洋艦になりまして、魚雷発射等でいろんな効果を発揮すると言われる戦機になっています。まあミンハイなんですけれども、例えば魚雷発射をすることによって自己バフとか敵艦にスキル攻撃を行うということも可能になってきます。まあバフもスキル攻撃もかなり大きな数値なので、編成の火力としても活躍できるキャラクターになります。実際にスキル見ていきましょう。姉妹部、魚雷発射時自身のダメージプラス 10%、 また 50% の確率でさらに自身のダメージがプラス 15%、 一度の戦闘で2回のみ発動可能ということになってますね。でミンハイと一緒にピンハイがいる場合は効果が 100%、 確率が 100% に上昇するということで、一緒に使うことが、編成することが重要なキャラクターですね。魚雷軍、魚軍雷でした、ごめんなさい。1秒後に対象の 敵艦隊に自身の防空値かけ 300% ものダメージを与える、上限は 600% まで均等に与えます。1度の戦闘で2回のみ発動可能。そして高速移動、海域に侵入時戦速が30に上昇すると、一番最初に受けたダメージを無効化にし、その後この戦闘中の自身の防空値から 100%、 1回のみ発動可能ということになっています。まあ先ほど説明したように、ミンハイと一緒にピンハイも同行させないと余ダメージアップバフの発動がかなり不安定になってしまいます。2人一緒に使うことによって 100% 発動まで持っていくことができるので、まあ両方を引けたら一番ベストかなっていうふうに思います。両方を引いて初めて強さが発揮すると言っても過言ではないキャラクターとなっています。まあ大体なんですけど、まあ巡洋艦のクエスト等で大活躍するのかなと思っています。かなりいいですよね。まあピンハイと一緒に組むの前提なんですけれども、ピンハイは最初に受けたダメージを無効にできるっていう能力もありますので、必中攻撃があるクエスト等では活躍することができるかなと思います。一緒に組ませるとやはりめちゃくちゃ強いのかなと思っています。まあ突破6までした場合の話なんですけれども、まあ命中までの間に手砲攻撃を行った場合に砲雷混合攻撃効果が発動するようになります。まあ魚雷が命中する際に自動的に1回の攻撃を行うことによるんですよね。でその場合、艦砲の射程は影響しない、そして発射後に装填もしなくても良いということなので、かなり火力アップにもつながると思います。まあ、T 字戦有利という状況にもなりますし、攻撃の 300% のダメージも与える、かつ混合攻撃の最大ダメージも得るということなので、突破6にするのはかなり強いというふうに思っています。まあね、1回しか発動できないんですけども、突破6することによってかなり強くなるというのはめちゃくちゃいいんじゃないのかなというふうに
思っています。強いです、めちゃくちゃ強いと思います。ただ姉妹セットにするのが基本のと考えると、単体だとそこまで強いかと言われると、まあ強いは強い、強すぎるということはないのかなというふうに思っています。では説明です。活発で人懐っこく、よく姉御感を強調するが、実際の姉妹関係では面倒を見られている面が多い。可愛いもの大好きで、妹像を着飾ることが趣味で生きがいとなっています。じゃあ次ですね、こちらピンハイについて見ていきたいと思います。スキルですね、これはいつも通りなんですが、こちら姉妹武士、自身のダメージプラス 60%、 クリティカル 60%、 中距離内ですね、どちらも持続20秒、1回の戦闘で1回のみ発動。そしてミンハイがいる場合はさらに持続時間が10秒追加しますよ。投影の幻、自身の攻撃値が防空値相当 15% 分上昇、上限は自身の砲撃値の 70% 分しか上昇ができないよということになっています。そして高速移動ですね、一番最初に生きたダメージを無効化にし、その後この戦闘中の自身の防空値プラス 100%、 先ほど説明した無敵というのがここで出てきましたね。まあ似たような感じですが、自己バフを駆使して戦う戦機となっています。まあ大体バフを使うというところは同じになっていますね。まあ味方艦隊の火力要員として活躍することができます。自己バフも上昇数がめちゃくちゃ大きい、先ほど見ていただいた通りなので、火力はめちゃくちゃ高くなります。巡洋艦、計14艦としてでも破格な攻撃力を持っている、それがピンハイになります。かなり単艦でも先ほどのニンハイに比べるとピンハイは強いです。ただ単艦運用よりもやはり一緒にミンハイを同行させることによってバフ継続時間が延長するので、さらに効果力を持った戦機になるということが期待できます。正直一緒に組ませた方が強いので、めちゃくちゃ強いですね。そして同じく巡洋艦訓練クエストではめちゃくちゃ活躍しますね。そして対空値が上がる効果の装備が強いので、まあ、よくある対空砲なんですけど、まあ、8連装40ミリポンド砲とか、かなり対空値が上がるので強いと思います。これは同様にニンハイ、ピンハイ両方とも、この装備が強いです。あくまでちょっと私の観点ですので、すいません。で、突破6なんですが、これは大体ピンハイと同じですね。ごめんなさい、ニンハイと同じですね。同じく、砲雷混合攻撃の効果が発動します。TG 有利で 300% のダメージを与える。1回しか発動できませんということで、この辺は同じ効果を持っています。上限突破はほぼ同じ能力だと思っていただけたらいいと思います。まあ、バフ効果がこっちの方が多いということが、まあ一番の最大限というところでしょうか。両方運営するとめちゃくちゃ強いので、ちょっとたまらん効果力を持ってますよね。強いよね。片方しか入れてないと高速移動がやっぱ片方の方がしか発生しないとあれなんですが、2つ両方入れてるとめちゃくちゃ速いので、両方しかも遅れることもなくついていってくれるのでめちゃくちゃ強いです。やっぱりやってほしいよね。ではそんなミンハイのことを説明させていただきたいと思います。冷静沈着で優秀、世話好きで家事スキルも高く、一家に一台欲しい存在。姉によくいじられる髪を大事に保管している、保養しているという、憲法の達人だが人前に見せることはないというのがミンハイのキャラクターになっています。じゃあ最後ですね、昇格になります。空母ですね、今度は今までと違って空母になります。スキル見ていきましょう。天舞う、敵艦を2艦撃沈するごとに追加して航空攻撃を行うことができる。15秒以内、この攻撃の航空ダメージはもともとの航空ダメージの 60% 分になる。リセット時間影響なし、探索外では対象外。
3連爆撃。3回連続で最も耐久値の低い敵艦に対して爆撃を行う耐久値の低い敵艦です。火力 50% のダメージになりますと。羽織の舞。自身が破損状態になった場合でも正常に攻撃行動を行うことができる。ダメージプラス 20% 自分にね。敵艦が少なければ少ないほど自身のダメージは増加し、最大自身のダメージの 20% 分増加するというのが能力になっています。まあ敵艦2艦撃墜すると追加攻撃ができたり、まあ航空攻撃後火力準拠の攻撃を与えるなどなど、空母の中でもかなり手数が多い複数艦隊での戦闘で活躍できるような空母になっています。少数艦隊だったとしても余ダメージアップの自己バフを持っていますので、敵が少なかろうが多かろうが手数または単体攻撃力を高めるという意味でもかなり強いです。まあ索敵の場合は追加攻撃が行われないのでちょっと注意をした方がいいのかなというふうに思っています。まあ即時装填持ちの戦機と一緒に組ませるといいと思います。まあ自分だったらあのプリンツオイゲンが即時装填持ってますので、プリーツオーゲンと昇格という形で組ませるとかなりいいと思います。あとノーフォークとかも確か持ってたと思うので、高速周回用に使うのがいいんじゃないかなと個人的に思います。天魔ウが強いですよね。回数制限もありませんので、天魔ウを合わせるとかなり強くなるというのがやはりいいです。敵艦隊が多い海域調査等でもね、十分に戦えるというので、昇格はめちゃくちゃゲットした方がいいと思います。そして一番個人的にはいいのが、破損した場合でも攻撃ができるってことですよね。まあ航空隊の奇襲ってあるじゃないですか、必中攻撃のやつ。ああいうのでも必中攻撃とかなので、破損の状態でもバン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 撃っていくっていうのができるので、めちゃくちゃ強いと思います。まあ、空母といえばね、今までサラトガとか、まあ、あとは赤城とかね、まあ、いろんな強いキャラクターいましたが、またそれとは違った昇格、空母の強さは発揮できるので強いといいと思います。突破6についてなんですけれども、開幕航空攻撃、昼戦の時ですね、通常の航空攻撃のダメージの 50% を与えるということがあります。なので、まあ、開幕航空攻撃を行える。っていうのがめちゃくちゃ強いですね。突破6にするのもやはり火力アップのために必要なことだなと思っています。そんな昇格ですが、あまり人間関係に積極ではないけども温厚な性格で大抵なことを円滑に対応できる。他には言えない秘密があって、それを極力少ない戦機にしか感じ取れないというようなことがある。どんな秘密があるんだろうということで、ちょっと気になりますね。では次はね、ちょっと簡単になんですけども、実際にどんな歴史だったのかなっていうのを少しだけお話しさせていただきたいと思います。じゃあ戻ってきました。ニーハイですね。まあニーハイっていうのは中華民国海軍のニーハイ級巡洋艦の一番艦になります。まあ日中戦争等でね、あの日本海軍航空隊の空襲を受けてしまったと。でその後に日本海軍に捕獲修理されて、伊予島、海防艦伊予島となったということで知られています。1944年9月19日に戦没してしまって、まあ除籍は日本海軍で11月10日だったよということになっています。まあ日中戦争とかでね、主に活躍したような戦機になります。じゃあ伊予島って何っていうことでね、さっき伊予島っていう話を出たんですけれども、まあ、P 杯、2杯ともに改名をされています。まあ、太平洋戦争の突入の後なんですけれども、日本海軍に編入されて海防艦になったっていう先ですね。で、呉鎮守府関なんですよね。まあ、海上護衛任務等に従事してたんですけども、その後ね、アメリカの潜水艦シャードの来撃によって沈没してしまったというふうな名前があっています。まあね、日本海軍として入った時からはあまり長い間は活躍できず、すぐ
沈没してしまったと、戦没してしまったということなんですけれども、同じくねピンハイニンハイということで姉妹艦ということで今も語り継がれている巡洋艦になります。本当にさらっとでしたけどもお話しさせていただきました。では次はピンハイについてですね。ピンハイは、先ほどのニンハイと同じような説明になるんですが、中華民国海軍の軽巡洋艦ですね。日中戦争、日本海軍航空隊に撃破されて捕獲されます。で、同じくね1944年6月海防艦八十島として再就役します。同年9月に二等巡洋艦八十島という名称に変わっています。まあ先ほど言ったように2番艦に今度はなるんですけれども、日中戦争の後佐世保に係留されることになります。八十島になってからは小笠原諸島とか硫黄島への輸送任務、そして船団護衛任務等に従事をしています。同年9月下旬には二等巡洋艦に代わり大日本帝国海軍の軍艦となっています。まあフィリピン方面輸送任務とか、八十島船団としてねルソン島西岸等に航行している時に米軍機動部隊の艦載機の空襲ということで準巡洋艦熊野とともに撃沈されたということがなっています。なので1940年11月25日が戦没ということになっています。まあピンハイはね港南造船で作られたものになるんですけれども、よく名前聞いたことあるんじゃないでしょうか。ピンハイニンハイ、まあ八十島と伊予島ですね。これらは姉妹艦ということで結構有名になっていますので、今回ちょっとご紹介させていただきました。じゃあ最後に諸閣についてですね。諸閣皆さん知ってると思います。大日本帝国海軍の航空母艦ですね。昇格型航空母艦の一番艦になります。まあ、最後はね、1944年6月19日に沈没。除籍は翌年の8月31日となっています。まあ、丸三計画、よく聞いたことあると思います。一番艦大和と二番艦武蔵とともに建造されたものになりますね。ヤマトとほぼ同時期ですね。アメリカのエセックス級とかイギリスのイラストリアス級と同様にワシントン海軍軍縮条約終了後の設計建造されたというものになります。そのため十分な装備を持つ、めちゃくちゃ装備がある大型空母というのが昇格です。昇格随格ってよく聞いたことあると思うんですが、2番艦は随格になります。随格と一緒に作戦行動するときはなぜか昇格が損害を受けることが多かったというのも話の中にあるそうです。まあよくある真珠湾攻撃、セイロン沖海戦とかね、サンゴ海海戦、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦などなどに参加するなど、日本海軍の機動部隊の主力空母として活躍をしている艦隊になります。まあ、マリアナ沖海戦でアメリカ潜水艦の雷撃で撃沈されてしまったのが最後になります。まあ昇格っていうのはもともと江戸幕府のいや明治政府のね外輪式蒸気船昇格丸というのから初代で来ているそうです。そして2代目というのがその初期の航空母艦、そこで命名されたということになっているそうです。まあそんな感じですかね。まあ先ほど言ったように第一弾作戦は真珠湾、真珠湾からどんどん始まり、先ほど言ったインド洋サンゴ海などなど多くの活躍をすることが、昇格は歴史もかなり深いです。もちろんねマリアナ沖海戦最後だったんですけれども、まあ1945年にはね戦艦4隻空母4隻ということで、山城、武蔵、無夫層、大和、空母は昇格、信濃、随格、大砲というのが帝国軍艦籍から除籍されたということで、それが最後というふうになっています。
まあ、松鶴瑞鶴はね、日本の空母の中でも赤城とかね、加賀とかと一緒にめちゃくちゃ歴史が深いものとなっておりますので、ちょっと語るのは少しだけでしたが、詳しく知りたいなという方はぜひ調べてみてください。ということで紹介させていただきました。最後はね、こちらの期間限定ガチャということで、3人誰かを狙っていきたいと思っています。引けたらいいなということで、10連いきます。お願いします。どこにしようかな。ここ、最初のね、演出で蹴っ飛ばしが入ってくれたら嬉しいんですが、ここ大事。ああ、まあそうだよね、 SSR 出ないよね、10連定時は引けないよね。これ確定演出ここなかったらもう SSR 引けないもんね。それがちょっと辛いよね。こんにちは、お、総龍じゃん。もう会われましたか？まだなら早く会えるように頑張ってください。妹はとっても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 すごいんですよ。総理初めて嬉しいね。さあ次は？はじめまして、どうせとしては持ってるね。ノーフォーク級重持ってる子はちょっと飛ばさせていただきます。というわけで2人だけでしたね。まあもちろん10連程度じゃ引けない、ガチャはそんなに甘くないということで、まあ、多数海鶴でいいのかな、海角か海鶴の歌いどっちか分かりませんが、今回のガチャはいかがでしたでしょうか。まあ簡単にね、強さ魅力そして歴史を少しだけ語らせていただきました。また気になるなということはぜひ調べてみてください。今後もグロースやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また別の配信動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら、またねー。